パトリック・デュポンはフランスのバレエダンサー。パリ・オペラザ・バレエの元へとはある芸術監督。自身が審査員を務めた第50回カンヌ国際映画祭にてパリ生まれ。8歳でバレエをはじめ、マックス・ボーゾニなどに指示。1971年パリ・オペラザ・バレエ学校に入学。在学中からズば抜けた才能と奔放な言動で有名になり、 アンファンテリブルと称される。卒業後の1975年にパリオペラザバレーに入団。翌年バルナ国際バレーコンクールに出場し、金賞と特別賞を受賞。1978年プルミエダンスールに昇進し、翌1979年には、ジョン・ノイマイヤーが彼のために振り付けたバスラフを踊って絶賛を博す。1980年に、 史上最年少の二十一歳で、エトワールに任命される。以後、オペラ座はもちろん、世界中のバレエ団にも、数多く客演し、その驚異的なテクニックと圧倒的な存在感、親しみやすいキャラクターで、抜群の人気を誇った。レパートリーは、ドンキホーテのバジルや、海賊のコンラッドのような、持ち前の超絶技巧を生かしたものから、ジゼル、ロミオとジュリエット、モーリス・ベジャール版、 ボレロなどのシリアスな作品、長靴を履いた猫などのコミカルなものまで幅広く、ベジャールのサロメでは、両性具有の魅力も放った。また、映画出演やレコードのリリースなど、バレエの枠にとらわれない活動でも話題になった。1987年にフランスナンシーバレエ団の芸術監督に就任し、1989年にはオペラ座の芸術監督に就任。 マリー・クロード・ピエトラガラをエトワールに抜擢し、レパートリーにも現代作品を取り入れるなど、積極的な改革に当たったが、上層部との対立も表面化し、1995年に退任を余儀なくされる。1998年にオペラ座を離れた後は、病気、事故などのアクシデントにたびたび見舞われたこともあって、活動も断続的になり、2008年のパリ公演を最後に、 第一線を退くことを表明した。現在は更新の指導に携わる傍ら、テレビやチャリティの出演など幅広く活躍している。2000年に自伝、パリのエトワールを出版。ありがとうございます。